やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。さて、CR 期間も終わり、こっからロール本腰入れようと思います。まあ、俺、スト6とちょっと、ロールをちまちまやっていこうかなと思って、スト6クソおもろいね。シュートにさ、おすすめキャラ聞いて俺、キャミーがすげえ興味あんの。でも、キャミーは、おすすめ度数、ジョーのギャラシー。で、ラシードがジョーのジョーだって。モダンでいけるキャラって限られるじゃん、あのゲーム。で、その中におすすめの中にもキャミーが入ってて。一旦でもまあ、ラシードかなと思ってる。あそこまでやったし。なんか中途半端に捕獲屋行ってもね。ラシードで、まあ、格ゲー力というかさ、培わないと。捕獲屋行っても別に中途半端で終わると思うから。ちょっとしっかりやらせてもらうよ。ロールの方も。いやでもちょっと格ゲー力と半々ぐらいなんだよな。あんな格ゲーしちゃうとさすがに格ゲー欲上がるよね。とりあえずダイヤを目指してまずは頑張るわ。どっちも。格ゲーもロールも。でもなんか、格ゲーって噛み合いなんだなってめっちゃ思う。俺、あのバーとフワッチに勝てたけど、多分なんか、数をこなしていったらフワッチに勝てるかって言うとそうじゃないと思うし。俺の中のメンタルだと、剣が本当に苦手すぎて。あのゲームの中一番剣が苦手なんだよね。なんか勝てるイメージが薄い。けど、なんかフワッチの竜には勝てるイメージはあるんだよね。実際勝ってるから。でも、フワッチ VS ジャスは、フワッチが勝ったでしょ？マジ噛み合いだよな、あのゲーム。なんか50先ぐとかやんないと、本当にどっちが強いかとかわかんない。でも俺マジでもう剣がダメだな、本当に。JP とか、ホンダとかのレベルじゃない。なんでこんなロールできないの？あれ？フレックス入りすぎてランク人いない？はよしろよ、お前ら。インキューしろ。ロールしたいんだから。弱そう、こっち。大丈夫。でも俺、どっちしたくない。せっかく始まるのに。ガチで弱そう。でも、とりあえず一旦。いや、じゃあ TF 出されたからさ。安を出すしかねえよ、俺。やばいってより一回手にカルマは。ボコボコされちゃうよ。はい。なんだよ、助けて。これ誰？これマジ久々見た。スカナーってキャラ。まあベインに QSS うん？え、ミリオ、え、スカナーのルトにミリオのウルトってどうなんの？さすがにね。え、さすがにね、解除されないよね。解除なん？嘘だろ。嘘だよね。ナイスピックすぎるだろ、だとしたら。マジかよ。ホーリー。ちょっと待って、忙しい、このゲーム。マップを見るのがね、むずいね。マップを見るっていう行為、むずすぎる。真の強さが生まれる。倒されました。うん、混沌はあらゆる。ドラゴンも取っていい結果で終わったですよね。苦しいよな。お前がピックしたんや。あいつはこっちは誰も止めらんないね。ちなみにまあでも自信満々ピックだから、ちょっとどうしようもない我々には。いやいや、ギブかもな。
いや、ギブス。バード来なかった、ギブス、それ。What?まあ多分ヨリックがかなり壊すと思う、この試合は。そこをどうカルマが対応するかにかかってるね。はっきり言って運ゲーが始まってる。いや今日いつまれるとどうなんだろうな。ちょっと遠いかな。うわー、ミリオピー。味方が倒されました。敵を倒しました。なんかいいんだけど誰。味方がタワーを破壊しました。味方が倒されました。俺がこっちなの。マジでやだ。俺こっからヨリック相手すんな。うわっ。味方が倒されました。敵のランページシャットダウン。うめえな、ドニャ。敵のキリングスプリー。苦しみを知るがいい。今のめっちゃ当たり良かったけどな。ミリオがいないようなもんだったけど。よっさん、よっさん3コアすか。敵のダブルキル。強さが生まれる。What the?いやー、止めない。え、あれあれ強よ強よ。あれイブリンそんなさった？ GG です。味方のタワーが破壊されました。サモナーが退場しました。イブリンか。イブリンのあのグッチャーで死んだ。お前、嘘だろ。あーもうやめて。ヨリックにカルマ出すの、本当にやめて。許さないよ、次やったら。試合が始まんなすぎて、配信始まって15分くらい試合できなくて。
俺も頭がおかしくなってたわ。どっちだったよな。てかスカナーってもうミリを出したら終わりだね。あれは逆にドラゴンは取れんだろうな、敵にミリオがいなければね。あーそうな、お前そのガルマなんだ。ヨリックバンしてね、えらい。え